バラクがバラムに使者を送るがバラクは旧約聖書の登場人物、モアブ人の王。旧約聖書によれば、チポルノコでモアブの王。イスラエル人がエモリ人を打ち破り、イスラエルはモアブにとって脅威となった。バラクはミディアン人と結託し、イスラエル人を呪ってもらうために、ユーフラケス川流域のペトルに住んでいる預言者バラムに使者を送った。バラムが一度、 バラクの要求に断ると、バラクはもう一度最初より大勢の君たちを連れ、より多くの報酬を約束して頼み込んだ。バラムが到着すると、バラクは直ちにアルノン川の岸辺まで迎えに行き、すぐに来なかったことに対して文句を言った。バラクはイスラエルの宿泳を一望できる三つの場所へバラムを連れて行くが、三回ともバラムは、 イスラエル人を祝福したので、バラクは憤き通った。新約聖書のヨハネの目視録によれば、バラクはバラムに教えられた暴略を用いて、イスラエル人に偶像礼拝と淫行を犯させた。ありがとうございます。